はい、こんにちは。今回茨城県の高萩の方にキャンプに来ています。こちらが小滝沢キャンプ場になります。今回私ソロキャンプという形でちょっと来てますね。まあこのようなちょっと山の中の方のキャンプ場ですね。はい。で、今回 YouTube の方も規約が変わって、どうもライブができなくなったというふうなのがありますので、私今回動画を撮って、それで、皆さんにご紹介しようかなと思っております。危なっ思っております。結構ズルズルだね。よっ、砂がつくとねちょっと滑るか。さっきおじいさんとね子供がいたんですけど、おじいさん落ちてましたね。ここかな。お、いや、よいしょよいしょ。はい、よいしょ、着きました。で、先ほどちょっとお腹空いたので、私安納芋ちょっと焼いて作ってみました。結構うまくできるような、できてますね。結構ちょっと食べてみましょうか。あ、うまっ。ちゃんと中まで火が通って、あと定番の厚感。今日はね天に染みました。まあこれを、うわー、いい感じで出来上がったかな。それで、安納芋をつまみにちょっとこれで食べてみたいなと思っております。ちょっとすいません、待ってくださいね。これをどうやって開けるか。あ、よいしょ。あ、灰が入った。じゃあお疲れ様。先ほどちょっとトウモロコシもやったんですけどね。あー、美味しいわこれ。で、これで安納芋を食べると。最高。まあこんな形で、今キャンプをやっております。まあそうですね、これから動画も配信していきますので、よろしくお願いします。はい、それじゃ。